これより質疑応答に入ります。はじめの質問といたしまして、対日 M&A の取引には複雑なことが多少伴いますが、売り手側の企業としてどのようなことに意識して実務的に準備しておくことでスムーズに実施できた等の具体的なご経験がありましたらご教示ください。大塚様をお願いいたします。そしてその後八田川様からもご回答いただこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、そうですね、まあ、これちょっと正直売り主さんというところが先ほどのカーブアウトであればこれ親会社になりますし、サクセッション系の場合であればその会社そのものが売り主になることがあるかと思うんですが、ちょっとそこによって少し違うかなということがあります。まあ、ちょっとカーブアウト系の方なんですけど、今実は日本で起こっているカーブアウトの事案というのはかなりの件数はほとんど子会社なんですね。一応ちょっとその法的なその会社としては親会社さんと分かれているので、結構機能面とかでもですね、結構親会社さんに依存度があんまり高くないというようなケースがあるかと思います。ただ今後はですね、いわゆるコングロマリット企業の中には事業部として副業化をすごくされていらっしゃる会社がある、のでまたそういった事業部の切り離しのところはですね、ちょっとテクニカルなんですけど、やっぱ機能面として最終的にやっぱり完全独立企業にならないんだったら、やっぱ真の意味での独立というのは成立しないので、親会社さんの方もですね、選択と集中ということを少しでもこう考えられ始めたときにですね、その機能面のところでその切り離しを考える事業部に対してですね、どう機能を作っていくかというところは、私の経験だとやっぱり1年とか1年半ぐらいかかるので、それを先にしてやっていくというのは大事かなという気がします。あとサクセッション系のところはですね、やっぱり創業者がおられる会社というのはちょっとこうどうしても創業者を見て皆さんが従うという構図が起こっているケースが多いので、やはり少しでもこのやっぱ独立創業者がご引退されるときにサクセッションのプロジェクトというのは起こりやすいんですが、やっぱりこう経営層に対して能動性の文化、自分たちでこう何をやっていかせるのかというちょっとこの文化作りというんですかね、ここをですね先行してやられているとですね、逆に創業者が引退するというのもスムーズにできるのかなという気がします。ありがとうございます。八田川様お願いいたします。そうですね、やはり売り手側企業様でということですと、大塚さんおっしゃるとおり、やはりそのいわゆるデューディリジェンスに耐えるカーブアウトをファイナンシャルといいますかですね、いうのを作るのには結構時間がかかることがありますので、そういったものをもし今可能性がある事業については事前にやっておくというところはあるかなと思っております。で、少し質問とはずれますけど、逆に対象会社さんの方からするとですね、やはり今何かすでに親会社さんとかがいらっしゃって、また大株主がいらっしゃって、何らか資本移動が戻る可能性があるということであれば、やはりその改めて自分たちがどういうふうな戦略でですね、どういう方向性を目指していくべきなのかというような、いわゆる事業エバリエーションでありますとか、そういうものをやっておくと、そういう資本移動が起こるとなったときにですね、慌てずに自分たちがある意味主導する形で新たな資本を見つけられることができるのかなというふうに思います。ありがとうございます。そうしましたら2つの質問いただきまして、同じ回答になるかと思いますので、大塚様、八田川様からお答えいただきたいものがございます。1つ目は、先ほど岸田首相が明日米国、台湾、韓国など海外の大手半導体企業の首脳らと面会し、日本への投資や日本企業との連携を要請するとのニュースがありました。国のトップからのこうした要請、ジョー・ボーニングは効果的だと思いますが、そもそも外国企業や投資家は日本市場をどう見ているのでしょうか。円安だから魅力的なのでしょうか。日本企業の何が魅力的なのか、もう少し教えてください。2つ目の質問は、すみません。日経平均が本日3万円になりました。今、日本に対する関心が P ファンドを含め、海外投資家の間で高まっているのでしょうか。なぜでしょうか。大塚様、よろしくお願いいたします。はい、まず一つ目のところなんですが、なかなかちょっと日本市場を語るにはちょっとすみません、あれなんですけど、日本企業にとっての魅力というところは、ちょっと実は昔、我々の会社の会長にルーガースナーの IBM の CEO だったルーガースナーが言ったんですけど、彼が言ってて非常に象徴的だなと思うのは、日本の会社って実はいろいろ成長できる要素はたくさん持っていると。テクノロジーもあるし、こう
従業員の質も高いし、モラルも高いし、とうとうあの持つべきものを持っている。でもなぜか成長率がやっぱりアメリカの会社として低いよねと。アメリカの会社はですね、実は CEO がすごく強くて、まあ、経営陣、まあ、CEO 含めた経営陣が非常に強くて、まあ、それ以外のところは意外にそんな強くないところもあると。ただやっぱりその強い力で引っ張っていくということによって、まあ、その全ての良さがこう顕在化しやすいと。日本はいいものはたくさん、もしかしたらアメリカの企業比較で持っている可能性あるかもしれないけど、経営力が弱いからそれ引き出せてないという意味においてはですね、非常にやっぱりポテンシャルが高いというのが、ちょっと当時ルーガスな方ってて、私もそうだなと思うところですね。これはちょっと新興国の会社になられる、なるとですね、そもそもテクノロジーがないとか、あのやっぱなかなかちょっと従業員の質がまだ教育制度が追いついてなくて高くないというようなことがあるので、そういう意味においては日本の会社さんというのは よりこう、目に見える形で顕在化させるというのは実はしやすいというのが、あの我々の見方ですね。あともう一つが、日経平均、そうですね、ちょっと今ちょうどこの講演やってる間に3万円が超えたということだと思うんですけど、まあ、ここもですね、多分今申し上げたような見方している、まあ、これはあの日経期なので当然上場株投資なわけですので、上場株投資の方々が見ている可能性が、あのそういった見方をしている方もあると思うんですが、ただちょっとやっぱり気をつけなきゃいけないのは、あの比較最終的には消去法の中で今日本 の資本市場にですね、お金が入っているかなというちょっとところもあって、まあ、あのちょっと今リスクプロファイルが多分アメリカとか欧州、まあ、ちょっと中国を中心としたアジアというのは非常に今なかなかこう見づらくなっているので、まあ、その比較論の中においては日本は安定しているし、まあ、お金は最後どこかに置かなきゃいけませんので、日本の市場に置いているということが、もし日経平均の今買いに外国人の方の買いにつながっているんだとすると、欧米が戻った時にはまた引かれちゃいますので、やっぱり本質的な意味であの日本の会社が魅力を感じるというふうにことを、まあ、今せっかく日経平均3万円超えて猶予をこういただいているので、まあ、日本の上場会社さんもこう経営をブラッシュアップしていく必要があるのかなというのは、ちょっとすみません、私の個人的な感想です。ありがとうございます。矢田川さんもお願いいたします。はい、まあ、日本企業の何が魅力なのかというのあたりについては、まあ、私 の先ほどの発表の中でもあのスライドご用意させていただいておりましたけども、やはりまだまだ潜在力の高いですね、企業が、あの有料な企業がですね、あの多くのグループ企業、あのグループの中にですね、ある意味眠っているのかなというふうに思っておりまして、やはりそういったあのところにですね、我々資本を投下させていただければ、現状以上により成長させて、でまた収益力も高めて、企業価値を高めることができるんではないかというふうなことで、これはあのヘンリー・クラビス、我々の創業者もよく日本に来ておりますけれども、その際にですね、やはり日本でのこのカーブアウトの投資機会というのが今にあの世界の中でもですね、まあ、最も魅力的な投資機会の一つだというふうなことはあのよく申しておりますので、我々としてやはりそこには大変注目をしておるところでございます。でまたあのある意味じゃあなぜあのこの段になってですね、再度こうプライベートエクイティがより日本に注目してきているのかというようなところに関しては、やはりあのガバナンス改革がですね、ある意味のこのフェーズ2といいますか、あのもう一段上のところに入ってきているというのがあるんではないかなというふうに思っておりまして、まあ、2015年だったか、日本でもあのコーポレートガバナンスコードがあの導入されましたけれども、その後にですね、そこからのこの8年ぐらいありまして、でまたあの去年からあのプライムというあの新しい仕組みでありましたり、でまたあの政府の方もエンゲージメント投資をより活性化していくというようなところでありましたり、まあ、PBR1 割に対しての、企業に対してのいろんな働きかけがありましたりというようなところでですね、まあ、アクティビストの活動も含めて、まあ、あのコーポレートガバナンスというものがあの次のステージにですね、行くんではないかという期待感のもとで、まあ、これはあの上場投資家、また我々のようなプライベートエクイティの投資家が日本のマーケットにあの注目しているんではないかなというふうに思っております。あの一つありました、円安だからなのかということに関しては、必ずしも円安というのは我々関係ないかなというふうに思っておりまして、ある意味あの投資した段階で円になりますので、あのそれはまた我々あのドルファンドとしてはですね、ドルに転換をしないといけませんので、あのむしろ為替で何か我々あのこうリターンを出すというようなことは特に考えてございませんので、円安だからより魅力的になっているのかというのは、とすると上場株投資家の方は少しある面もあるかもしれませんけども、長期で投資をしておるような我々のようなあのプライベートエクイティからするとですね、それほどの要因にはなっていないかなというふうに思います。ありがとうございます。柿見課長宛てに2つご質問とコメントに対する
反応をお願いいたします。一つ目の質問は対日 M&A の現状よく分かりました、ありがとうございます。ところで旧来的な外国企業が日本に進出して事業を始めるという事例はどうなっているのでしょうかというのが質問でございまして、コメントは、事例集についてのコメントです。ファーストトライアルとはいえ物足りない、なぜなら成功事例ばかりだから、固有名詞を伏せた上で失敗事例やネガティブケースも示すべきということです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まず、一つ目のご質問でございますけれども、こちら私どもですね、ジェトロの方で対日投資、海外外国のですね、皆さんで日本に投資していた方へのサービスをですねさせていただいておりまして、そういった際の成功事例というものをですねジェトロのホームページの方で紹介させていただいておりますので、まあ、そちらの方でですね取り上げさせていただいているというふうにご理解いただければというふうに考えております。加えてですねまたさらにですねそういった対日投資を促進すべくですね、今回令和4年度補正予算で対日投資喚起事業というのを行っておりまして、ジェトロの方でですねこちらも今進出していただいている外国企業の方々にですね取材をさせていただいて、まあ、日本でどういった活躍活動をしているかというのをですね PR することで海外の投資家あるいは海外の企業の方にですね日本に投資していただく、まあ、きっかけ作りをしていければというふうに考えておりまして、そういった形で引き続き取り組みを進めていければというふうに考えているところでございます。でもう2つ目 のコメントも大変ありがとうございます。私どもとしてもですね、成功事例ばかりではなくて失敗事例についてもですね、可能であれば、具体名でということで、まあ、チャレンジしたところではございますけれども、まあ、なかなか皆さんのですねご協力とかいうものが難しいということで、事例集の方ホームページに全体掲載させていただいておりますけれども、まあ、65ページにコラムという形でですね事例集、まあ、対日 M&A がですねうまくいかなかった、まあもともと M&A するよと言ったんだけれどもできなかった18個の事例についてどういった要因であるのかというのを分析させていただくとともにですね、こちら固有名詞は出しておりませんけれども、まあ、4つほど、まあ、簡単な形で失敗事例についてですね取り上げさせていただいておりまして、まあ、まずはこちらからということでご理解賜れればというふうに考えております。ありがとうございます。ありがとうございました。宮島様にお伺いさせていただきます。対日 M&A を促進するためには国内法制の充実化を図る必要があるとのことで、今から20年以上前に商法並びに税制においても再編法制が整えられたと記憶しております。そこで時代の変革を迎えている我が国において対日 M&A のみならず再編全般において障害となっている法制などありましたらお伺いしたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、対日 M&A の法制に関しては確認はできませんけれども現場の方がですね実際に障害に、感じているものがあるということもですねあるので、その皆さんのご意見もお伺いしたらいいと思いますけれども、私自身の認識はですね法整備的には基本的な点はですね整備されているというふうに考えています。でそういう意味ではですね、法制の整備は終わっているということで、その中でですね、実質的にその対日 M&A を進めていくような意識の改革とかですね、そういう面が実質化っていうのがですね、今後の課題であるかなというふうに思います。で、もう少し大きく言います と、法制度そのものというよりも先ほど八田川さんのご説明にもございましたようにですね、対日 M&A はですね日本のコーポレートガバナンス改革っていうんですか、日本企業のコーポレートガバナンスがですね改善されていくのと、並行している、進展しているという側面があるのでですね、アベノミクス以降急速に進展した改革っていうのをですね、今後もですね進めていくっていうことがですね、大きな意味でですね、制度的なインフラストラクチャーの形成の意味を持つんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。3件まとめて大塚様、伊沢様からご
ご回答いただきたいと思います。すべてディールに関することだと思いますので、まず最初は投資先が雇用や経営陣保持、事業ストラクチャー維持、事業販売先、事業会社の属性の指定などの要求をしてくるような場合、どのように折り合いをつけられてますでしょうか。2点目が、投資先の DD において重視しているポイント、多々ある中で特に重視されている点とディールブレイクになる悪いポイントは何でしょうか。3点目は、PE による資本参加はゴールが明確になり、メリハリのついた施策と思われるとは思うもの、行われるとは思うのもの、一方でエグジットに向けた最適化や強く意識されたものではないかと思います。エグジットに向けた最適化と企業自体のゴーインコンサートしての利害は必ずしも一致しない。エグジットに向けた最適化が企業自体にとって有益とは言えない、短期思考につながってしまうのではないかという懸念があります。このあたりはどう整合をつけていくことになるのでしょうか。大塚様、よろしくお願いいたします。はい、まずいろいろプロジェクト推進する上で、売り主さんかあるいは対象会社さんと雇用とかこうやっぱ密事があると全部維持したいんだよねとかって多分そういう話かなという気がしますが、あまりこうちょっと紙ベースでなんかこう約束事するとかっていうのは別になんかあんまりすることはあまりないんですけど、要は何のためにこれやるんだっけっていうところがやっぱ重要で、先ほどあった通り我々はやっぱりこう10年後を見据えながらやるべきことを 2,3 年でやって持続的成長を遂げるということがもう大義ですので、その大義のためにですね、雇用当たりますけど従業員のモチベーションを下げたらそんなのできるわけないですし、ただ先ほどちょっといくつか の八高さんの事例でも私の事例でもありましたけど、その我々の投資先自体がコングロマリットになっているときにですね、人もの金のリソースが集中できないがためにどんどんもしかしたら同業比較で悪くなっていく可能性のある事業を放置すると、これはこれでまた大義を裏切る行為になるので、やっぱり本質論で語るということによって結果としてですね、我々が投資させていただく会社あるいは売り主になる会社さんもご理解いただくということが多いかなというふうに思います。あと DD で重視するところというのはやっぱり先ほどからもずっと共通項であるんですけど、潜在力がやっぱり発揮できていない、その要因が何かで、その要因は我々が付加価値をご提供することによって取り除けるのかというところにすごく集中します。で逆にですね、ディールブレーカーになるのはですね、残念ながらもう経営力ではもうどうやってももう無理、もう構造上ですね、産業上の構造上誰が消してももう残念ながらやっぱりなかなかこう成長軌道に乗らないというところですね。ここはですね、ちょっとやっぱり残念ながら我々も神様ではないので、そこはですね、ちょっと残念ながらお断りするというケースがございます。あと PE の資本というのは、業界用語でいうエキジットということで、その次元のことだけを考えているんじゃないかというふうに思われる方は確かに多いですね。でここはよく我々も質問を受けるところなんですが、繰り返し先ほどからあったとおり10年のやっぱりこうロードマップの中でやっていくと、で我々の付加価値というのはでも残念ながらどこかで途絶えてくるんですよね。その途絶えてきたときに、エキジットというところに、いう活動が起こるので、その意味ではですね、次の我々の次の資本というのは次 の, その我々の投資した会社の10年を支える資本、資本家からして支えていくようなその資本構成にするということをすごく意識します。なので我々ちょっとカーライル自体は実は創業者3人いるうち の2人が事業会社出身の人間が作ったということもあって、カーライル自身の進化が問われるのは我々のもと我々の投資先が出ていった後にですね、出ていかれた後にその会社が数年後どうなっているのかと、流入としているのかというところで我々の存在意義も問われるというような発想をすごく強く持っているので、そこはですね、エキジットというところが軸じゃなくて、やっぱりその先の我々投資させていただいてこう10年というところを見据えなって やって、そこで我々の付加価値が終わったところでエキジットになるので、その意味においては常にこう10年目線で我々投資しているというところかと思ってます。すみません、全てのファンドがそうかというのはなくて、カラーにおいてはそうです。ありがとうございます。八田川様、お願いいたします。はい、もう塚さんの方にお答えいただいたので少し差分だけという形でできればと思いますけれども、やはり投資先がいろいろな要望をというふうな時もですね、やはり本当何を目指しているのかというところ、さっきのでいきますと、私の最後のスライドでいきますと一番のところかと思うんですけれども、やはりそういうでも企業として、グローバルの競争に勝っていく、でまた収益を上げていくというところにですね立ち返ると、じゃあ本当にいろんな事業を
保有しておくことがいいことなのか、もしかするとやはり雇用という意味でもですね、そのリダンダントのものがあるんであれば、それはそこにしっかりと手を打つというのがある意味経営としての責任というの部分もあるかと思いますので、そこはしっかりと話をさせていただいて、で、ある意味デューディリジェンスというのは我々が事業を精査する場面でもありますけれども、会社さんとしてもですね、我々がどういったビジョンを描いているのかというところを見ていただいて、そこで本当にどうしてもこう分かり合えないなとなれば、そもそも投資自体を行わないというふうなことになるのかなというふうに思っております。ありがとうございます。一つ質問を前段と後段と分けてご回答させていただければと思います。研究会でもいろいろ議論があったところだと思うんですけれども、宮島先生から売り手側にアプローチする際に外資に買われる不安、抵抗感は未だにありますか、過去に比べて変わってきているかということをご回答いただきまして、投資の出口時に日本企業に売ってほしいと出口時の売り先の制限等がかかるケースはまだあるかということを大塚様、枝川様からご回答いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。から、これは現場の方がですね、一番よくわかることだと思いまして、私はですね、定量的なデータで分析しているので、その、なんていうんですかね、日本企業の側の外国企業、あるいは外国資本に対する受け止め方にですね、大きな変化が生じたかっていうのを実証するのは非常に難しいというふうには考えています。ただ、20年間ですね、いろいろなケースを追っかけてきたり、話を聞いたりですね、それから実証分析をしている感じではというその経験ではですね、大きな変化は生じてきていると。で、2000年代とですね、それからアベノミクスの後のコーポレートガバナンス改革以降のところでですね、大きな変化が生じているんじゃないかなと思っております。で、2000年代はですね、国内のですね、伝統的な事業法人とかですね、銀行、生命保険会社がですね、株式を売却するプロセスでですね、大きな資本移動を発生しておりましたけど、その間で起きたことは初めてのこともありますのでですね、かなり外国の資本が買っていく場合にはですね、反発も出てきたという側面もあります。それから特に重要なことはですね、海外の企業の側、あるいは海外の資本の側も日本市場に慣れてないですし、人材的にもですね、海外の方が直接日本に来るというようなことがあったわけですけれども、10年間を経てですね、ここのところでですね、海外企業の側も日本企業を学習したと、それから日本企業の側もですね、直面している問題に対してですね、海外企業あるいは海外の PE とですね、手を携えてやっていくことの持っているメリットということをですね、理解し始めたというのがですね、2010年代半ば以降からの変化だと思います。で、そして動きがですね、現在さらに加速化していって、先ほどご紹介しましたようなですね、国内 M&A と海外の単一 M&A とかですね、金額的にはほぼ拮抗する、あるいは単一 M&A の方が増加しているという状況が発生しているんじゃないかというふうに考えます。お疲れ様、お願いいたします。はい、一つルールとして明確なのは、当然改正外為法ナショナルセキュリティの問題があるので、そこは我々もその投資するときにですね、ちょっと慎重にちゃんとアセスメントするということはまずありますよね。で、まずカラルはですね、その我々のもとから次の資本政策を作るときというのは、組んだ経営陣と一緒に話し合いながらやっぱり作っていくんですね。なので、なんとなくこう価値だけでこう判断するわけじゃなくて、繰り返しですけど、我々がさせていただいた会社の次なるこう資本政策がやっぱりこのその会社の未来をですね、支えていくというところにお譲りするというスタンスを結構取るので、その意味においては経人となんかこうワイワイもめたみたいなっていうのはあまり多分ちょっと私が記憶する限りはないんですけど、ただ中にその議論している中でですね、じゃあ必ずしも日本の会社に次行きたいかっていうとそうでもないですね。やっぱりその会社の置かれたテーマが海外成長戦略ということなので、過去事業会社の海外の方からのご提案の中で真剣に協議したところもあって、どちらかというと我々の投資先の経営陣がですね、それを望んだケースなんかもありますね。とあと我々投資させてた会社相当やっぱり経営力強くなっているので、仮にですね、外国の事業会社さんが買収されたとしてもですね、そちらもですね、なんかじゃあもう自分たちの影響力全部行使して経営陣バンバン送るかという発想では皆さん見てないと思います。どちらかというとその我々のもとにいた
経営陣の方々をより、まあ、に対してより広いこうプレイグラウンドを与えることによって、その大きくもっと経営力を発揮どんどん発揮してほしいという趣向で来られる方が多いかなというのがちょっと私の印象です。ありがとうございます。高橋さんもお願いいたします。はい、出口のところも本当その通りかと思いますし、また逆に先ほどの冒頭の方のですね、売り手さん側のアプローチの段階においても少し変わってきたなと私思いますのは、その、まあ、ある意味こう、パートナー選定をするときにですね、外資系のプライベートエクイティに絞ってパートナー選定をしたいというふうなケースも出てきております。やはりその海外での成長戦略を助けてもらえるというふうな観点でですね、なのでもちろんこの一般に言われる外資に買われる不安というようなものはまだある部分もあるとは思いますけれども、そこもだいぶ変わってきておりまして、逆この外資系の P が提供できる価値というものに関してもですね、一定の認知が出てきている会社さんもあるのかなというふうに思っております。ありがとうございます。残り時間がちょっと押しておりまして、2つ質問をいただいていることは、また今年度の事業で当課で携わっていく内容だと思いますので、改めてご回答させていただきます。1つ目の質問はスタートアップへの少数出資ということと、もう1つの方は DX で行われた案件ということで、我々が今年度の調査の一つとして2つ調査としておりますので割愛させていただきたいと思います。そうしましたら最後に宮島先生、大塚様、八田川様、日本政府への何か要望事項はございませんでしょうか。一言どうぞよろしくお願いいたします。日本政府への要望というのはかなり大きな問題なのでですね、どこのところで要望するかというのはあると思うんですけど、対日、MA を、促進すると、でその場合に、民間でやること、あるいは政府でやることを、どういうふうに区別していくかということで、具体的にですね、どの財政政策とかどの政策ということではなくですね、方向感として、強調しておきたいのは、この自立し研究でですね、研究会参加させてもらってですね、強く思ったのは、一つは前にクロスボーダー MA をですね、研究会やらせてもらって、今度は対日 MA で向きが反対だねと思って参加したんですけれども、実はこれはあれなんですね、相互促進だったんですね。で、対日 MA がですね、非常に必要であるっていうのすごく大変さ、やっぱり日本の企業はですね、成長が鈍化したときに外に行きたいっていうのが一つの選択肢なんだけど、自前じゃできないっていうところにあると。で、クロスボーダー MA を検知したときによく分かったんですけれども、上場会社がですね、3000社ぐらいあるうちの、その外に出てた経験があるのがですね、2割弱ぐらいで、それであとの1割ぐらいの企業が非常に頻繁に日本電産みたいな形でやってるのでですね、クロスボーダー MA 多いわけでように見えるんですけれども、それ以外のところはほとんどクロスボーダー MA 未経験者なんですね。で、それをどうやってですね、国内の成長機会がなくなったときに、拡大していくかというと、実はですね、対日 MA がコアなのかもしれないということですね。で、海外に出てく場合のネットワーク、あるいは海外に出てく場合の人材、そういうものは自前でなかなか作れませんのでですね、そういうものをですね、作っていくという上でですね、対日 MA の促進が、クロスボーダー MA を促進していくという経路があるということを強調しておきたいと思います。で、具体的に何かというのはまた考えないといけないんですけど、その方向感でですね、日本政府にも促進的な政策をしていただければと思います。ありがとうございます。大塚様お願いいたします。はい、多分こういろいろやっぱり日本政府そのものが日本全体の競争力に対してこのままで大丈夫かという問題意識をやっぱ投げかけていただくというのはすごい重要かなと。特にやっぱり日本ってすごくやっぱ恵まれた国で、やっぱ過去の蓄積が非常に大きいので、この5年ぐらいっていうのは別にそこで食べていこうと思えば食べていけちゃうわけですよね。ですが、我々はやっぱずっと持続的に成長していかなきゃいけないので、やっぱり政府のレベルでですね、ちょっとやっぱそういった課題の投げかけ、このちょっと1年ぐらい多分そういうことがすごい起こってるんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、こういうことがあるとですね、やっぱり日本の会社の経営者のみならず従業員の方々もですね、まあ、自分たちの将来を考える上で、まあ、政府がやっぱり懸念するぐらいちょっとやっぱ我々って少し競争力なくなってんだっけというような問題意識を持ってですね、ただその問題意識だけじゃなくてそれに対してみんなでアタックしていくという国民全体としてのですね、能動性をこう作っていくというところを、まあ、政府がイニシアチブを取っていただけるといいかなというふうに思います。ありがとうございます。矢田川さんもお願いいたします。はい、まあ、基本的なその対日アマンデーを行う上で の、 その法的な整備などはですね、かなり日本は整っておるかなというふうに思いますし、まあ、大きな制約というのはあまり今もこの時点でもないのかなと思っておりますけれども、逆にその制約はなくなっている中で逆にそれを推奨する奨励するでまたそれを促進する、そういったことを受け入れた企業に何らかのメリットがあるような制度がにするとかですね、そういうそのより前向きな取り組みを行うモチベーションインセンティブが企業側にもできるような、もしそういったものがあればですね、ご検討いただけると大変ありがたいのかなというふうに思います。ありがとうございました。本日はたくさんの皆様にご参加いただきまして誠にありがとうございました。当課は今後もこの事例集の普及に努めてまいります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。